サンフレッチェレディース、スプラッシュの中村葵です。高竹香音です。岩田千尋です。今から私たちが V ポイントのおすすめ商品を紹介します。はい、私が今着ているのはレプリカユニフォームです。このユニフォームの特徴を教えてください。はい、こちらの今シーズンのユニフォームなんですけれども、このストライプ3本入ってるんですが、こちらは、3本の矢をイメージしています。で、前面と背面後ろですね。で、足すと6本の、ストライプになるんですが、これは広島市内の河川6つをイメージしたデザインとなっています。かっこいいね。私が着ているのはベースボールシャツです。こちらのベースボールシャツは、昨年も大好評ですぐに完売してしまったものになります。前焼きになりますので、軽く羽織れることで男性女性問わずすごく人気のアイテムです。ペアルックしても可愛いし、私が着ているのはサンチュのスウェットパーカーです。この、パーカーなんですけれども、もう前後ろすべて総柄でサンチェとフレッチが写っております。もうこれは特に女性に着ていただきたい一着となっております。とっても気持ちがいい。あったかいし、なんか薄いんだけど、なんかぬくもり包まれとる感があるすごくいい。そう、動きやすい。世の中の言うインスタ映えです本当にみんなでね着てっても本当に可愛いし、そうサンチェとか普段階段、正面玄関の階段のところにいるので、そこで一緒にみんなで撮ってこうインスタに載せるとかツイッターに載せるとかでも本当にインスタ映え、ツイッター映えだと思いますお気に入りを。あ、それ衣装ですかこれかわいい。お、もう見つけた？はい、見つけました。これ、はい、運命のバッグです。運命のバッグ、はい。なんか雨が途中に試合中に降っても本当に雨で水がはじけるぐらいの素材で、なんと迷彩だけかと思うと、なんとなんとなんとこちらにサンチェくんがいます。ああ、ほんまじゃ。え、かわいい。じゃあこれにしよう。はい、見せてください。ギンガムチェックのシャツです。チェック流行ったりするんで、この夏も着れるかなって思います。これにしました。もう手につけたり、カバンにつけたり、足につけたりみたいな、どこでも手軽につけれるかなと思って。